エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。よし、やるか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。来てるかな。早いとこ探して合流するか。ニコノビンの目撃情報があった。しかみつぶしに探せ。リズリーバイバーよっ。海軍に出くわしちまうとはな。だが、俺も昔のままじゃねえ。ホールエレファントだ。海軍がいるみたいね。増援を呼ばれる前にみんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。レッドホーン、ホールエレファント。
間が集まったらすぐに出航できるようにサニー号の周りを安全にしといた方がいいな。ルフィが心配で来てしまったが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。やつらはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かった。相手はあの麦わらだ。ハシミスターを出すぞ。あいつは2年前の。パシフィスタの相手は我らに任せよ。オールエレファントだ。ビズリーマン。俺たちあの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物にいるみたい。サワキを落とされると海軍にやってくる。少しでペットにされちまうとこだったんだ。助かったぞ。俺は先にサニー号へ向かうからな。もう待ってるやつがいるかもしれないし。ホッホールエレファントだ。ホッホールエレファントだ。不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。波のやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には困らねえか。男たち、夢と感動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード。俺。悪いけど、あんたのお宝は私がいただくわ。だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだ。ロビンにメカってついたぞ。誰もいないみたい。私がいただいとくわね。
ないかも。海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。ライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。なぜブランケ引退されちゃ商売上がったりなんだよ。ブルックは誰か追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。